カルス条約で確立された国境線カルス条約は1921年10月13日にすでに社会主義ソビエト共和国となっていた南コーカサス3カ国とトルコの間で国境を確定させた平和条約である。カルス条約の署名者はこの後1923年にトルコ共和国成立を宣言するトルコ大国民議会と アルメニアソビエト社会主義共和国、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国、グルジアソビエト社会主義共和国の代表に加え、ロシアソビエト連邦社会主義共和国も参加した。トルコ以外の署名者は、この後、ロシア内戦でのボリシェビキの勝利を経て1922年に、ソビエト連邦の一部となった。カルス条約はその前身のモスクワ条約を踏まえた内容である。 対象となった地域はもともと1877年から1878年のロト戦争の際にオスマン帝国からロシア帝国が併合した領土であった。唯一の例外はロシアペルシャ戦争後のトルコマンチャーイ条約でロシア帝国に併合されたイランのエレバンハン国の一部であったスルマリ軍だけである。ツツフ。 アーサー・ノラ・セリグマン・フェイバーブ役。アトラス・オブ・ザ・エスの、ポリティカル・ヒストリー・オブ・ザ・コーカサス、ニュー・ヘブン、イェール・ユニバーシティ・プレス、P79、ISBN 978-0300153088、キング・チャールズ・ザ・ゴースト・オブ・フリーダム、A ・ヒストリー・オブ・ザ・コーカサス、オックスフォード、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。 P189 ISBN 978-0195177756からキング P153 スチフピアニッシモ1415ありがとうございます